っと見えですみなさんこんにちは、しょりみちゃんのしほです。はい、ということで今回はですね、今回はね、家のあるものが壊れてしまってですね、今回はその壊れてしまったものを変えようかなと思って、はい、そういう動画でございます。あるものとは一体何でしょうか。みんな知らねえよ、そんなのわかるかって言ってる。だよねはい、ということで壊れてしまったものはですね、こちらでございます。このドライヤー、ドライヤーでございます。で、このドライヤー3年ぐらい前からかな、使って、でもかなり使ってる気がするよね。結構前かな、うん、なんか本当にずっと使ってて、で、ある日突然下を向いてしまうんですねそこがなんか止まらなくなっちゃったね。ストッパーが割れちゃったのかな。音が強いんですよ、閉めるときも。あの、どれだけ上に上げても下に下がっちゃう。どれだけ上を向けようとしても下を向いちゃう子になってしまったんです。だからまあこうやって持ってやる分にはいいんだよね。だからこうやってこうやるにはいいんだけど、ちょっとね、使いづらいね。使いづらいし、ちょっと危ないなと、こっち挟んじゃうし、ここからね、手を危ないなと思ったので、今回はね、ドンキーに行ってきまして、こちらのドライヤーを買ってきました。よっということで、今回はね、このドライヤーを開封していく動画です。でですね、これあのドンキーで買ったんですけど、なんかドンキーのすごい宣伝がすごくて、このロケットドライヤーっていう、なんかこの速乾っていうのに惹かれたよね。なんかめっちゃ早く乾くって書いてあってね、うん、そこだよね、一番惹かれたのはね。そうだね、やっぱ早く乾くのが一番大事じゃない、うちら。とりあえず乾かそうみたいな。え、違うのあれ、そこじゃない。私はあの髪が傷まないが一番だ。あー、そっかそっか、なるほどね。じゃあこうなんか出てる、うん、あのだからダメージ 30% カットとか、あー、そっちが良かった、ね、私は良かった。なるほど、けどこれ良くないっていうかそうだね、みんなこれ、しょうちゃん以外みんなこれ良くないってなってね、でこれになりました。安そう開けていきましょう。めっちゃかかってる、ね、うん、ハサミ探すところからだったからね。おー、我が家の白いドライヤー使ってたんで、黒いドライヤーに破られてたんですよ。そうなの、え、そうなの、そうじゃん、別に憧れてないけど。おー、おお、いいじゃん、よくない、待って、いいかもしれない、めっちゃいいですねこれ、うん、いやでも私はあのダメージ 30% 減の方がやだ、はっきり言いすぎ、この幅にだよね、うんと、後から言う人よくいますよね。なんかさ買う時に言えばいいのにさ、買った後にさぐちぐち文句言う人っていません？私です。ほんとそれ、もう本当だから、じゃあ買う前に言ってよっていう時、人いますよね、なんかね、あ、そんなの言ってくれなきゃ分かんないじゃんみたいな。あ、だって言いづらかったんだもんじゃあ今日それを夜使って感想をね、うん、言ってください。どれなんか早く乾いたかなっていう気持ち的にも、ということで、どうぞどうぞ。どうですか、ドライヤー。強いです。強い、すぐ乾きそう、だいぶ違う、やばいやばい、なんか威力が違う、威力が違う、いい感じ、えー、なんかね、うん、すごいよ、すごい、立ち当たりがすごい、いいな、前髪とか一瞬で乾くんだけど、マジで、
ことだね。そうだね。テンションにいい返事。はい、ということで乾きました。早かったね。ね、うん、ということで、それではバイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。みなさんバイバーイ。キロン。キロンです。バイバーイ。キロン。恥ずかしがってんのか、キロン。ちょっと恥ずかしいの。あ、コロンも来た。コロン。何、焼き餅焼いてきたの。クリアも来たの。そうだよ。はい、私コロンよ。バイバイ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 。